はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画なんですけど、なんとなくね、米津玄師のホームページの方を見ていましたらですね、そもそもは、ホームページを見る前にの話なんだけど、インスタとかを見てたら、やたら、ルームパルファム発送しましたみたいな、そういうメールが届きましたみたいな人がいっぱいいるのね。でも僕のところに届かないの。届かないのになんとなく心当たりがあって、今メンテナンス中なんですよ。米津玄師のホームページというか、グッズ販売のページかな。メンテナンス中で、そのメンテナンスの直前に僕は、メールアドレス変更してるんですよ。だから届かないのかなっていうとこもあるんですけど、一応それで、ホームページを見ていたらですね、このグッズ販売のページに行くと、今、メンテナンス中ですよ、みたいなお知らせが出てくるんですよ。見てもらうとわかるんですけど。で、そのお知らせ、で、みんなにはこれで今見えたと思うんですけど、メンテナンス実施期間っていうのがあってですね、もうすでにメンテナンス期間になっています。開けるのが12月17日の12時、昼12時かな、になっているみたいです。で、よくわかんないんだけど、12月16日の18時からパスワード再設定のお願いってことで、そのサイトのログインパスワードを変えてくださいみたいなことになるみたいなんですけど、これもちょっとよくわかってないです。で、書いてる以上のことはどうしても僕もわからないんですけど、再登録してくださいみたいな、再登録の方法は後日詳しくご案内させていただきますみたいな。とにかくパスワードを変更しろと。でも、ここでパスワードを変更しろってわざわざ言うってことは、変更しなきゃいけない何かがあるっていうことじゃん、要は。で、それは何かっていうと、やっぱり、ライブもしくは何かの購入関連、お金が絡む関連で、乗っ取りが発生するとまずい事案があるから、パスワードを変えなさいって言ってるってことだと思うんだよね。例えばの話を、ライブやりました、チケット買います、購入できました、当選しました、なのにそのアカウントが乗っ取られてて、で、その自分がチケット発券しようと思ったら、発券すでにされてて、自分の手元にチケットが届かないみたいなことが起こりうるっていう。だからパスワードを変えなさいって言ってるんじゃないのかなと僕は勝手に想像してみました。何でもライブに関連付けたくなってしまうんで、最近の傾向なんですけど、そんな感じがしました。でですね、発送に関するご案内っていうものを皆さんにもこれは見てもらうんですけど、これ出てまして、これ長いんですけど、ちょっと読み上げると、発送に関するご案内、大変長らくお待たせいたしました。本日12月9日木曜日より商品の発送が開始となりました。ご注文を受付させていただいた順に少しずつ発送させていただきます。はい、これ一応受け止めるんですけど、発送させていただきますの前、ご注文を受けさせていただいた順に発送させていただきます。これ重要でしょ。ご注文受け付けた順番に、だから最初にというか、早いうちに注文した人の方が早く届くっていう。やっぱこれはどうしてもコロナの関係とかで生産が追いつかなかったりとか、あとこの後の文章でも書いてあるんだけど、予想定よりも多く注文を受けたっていうことで、その増産しなきゃいけなかったっていうのがあって、そのやっぱりなんでしょうね、その手間がかかったというか、大変になってしまったから、遅くなるよというか、最初の受け付けた順番で発送しますよって。僕なんだかんだ出ましたって言ってすぐ動画のためとか考えてすぐ買わなかったんですよね。1日か2日ぐらい後に買ったから、もしかしたら遅れるかもしれないんですよ。それに関しても下に書いてあるのでまた読みたいと思います。今回予想を大きく上回るご注文をいただき、追加製造に時間を要する事態となってしまいました。全ての商品が揃ってからの一斉発送ということも考えましたが、不安な情勢の中、少しでも早く皆様のお手元にお届けしたいという思いから、ご注文いただいた順に発送させていただくという形を取らせていただきます。だから早く注文した人、あれは8月末だったかな、そのぐらいの時期に注文をしてて、すぐ注文、買いますって言ってすぐやったっていう人は早めに届くよ。ただ9月末ぐらいまで注文期間だと思ったから、9月末ぐらいにギリギリまで考えて買ったよっていう人は発送が遅れますよっていうことだと思うんだよね。というかそういうふうに書いてあります。なので、この動画を見ている人で9月末に買ったよとかいう人はちょっと待たなきゃいけないかもしれないです。ただ僕も早いうちに買ったとはいえ、注文開始しますって言ってすぐバッて買ったわけじゃないから、これはどのぐらい遅れるんだろうっていう。これインスタとかでみんなが届きましたっていうツイートがバーって出てる
っていうか、その、そういう投稿がバーって出てる中、僕届かなかったらレビューできないんだけど、みたいな。3万も投稿してるんですけど、っていう話になりかねないよっていう、ここまでで5分も喋ってるんですよ、実は皆さん。編集でどうなってるかわかんないですけど。で、次が、最速の方は明日より、今日が12月9日なので、12月10日より、商品が到着いたします。明日には商品届く人が最速いるっていうことだよね。いやー、僕はそこには入れないな、入れない気がするな。で、最終的には2月中旬までに全てのお客様へお届けさせていただく予定となっております。長いタイムラグが出てしまうこととなり大変申し訳ございませんが、初動からお申し込み数が多くなっていたため8月中のお申し込みでも少し時間をいただく予定です。マジか2月中旬だ。要は9月末ぐらいの最後の方に注文した人のことを言ってるんだと思うんだけど、あの人は2月中旬まで届かないっていう、年としても届かないっていうことみたいですね。すごいね、そんなに多かったんだ。で、僕はまあ年内というかできるだけ早く届いてほしいんだけど、まあだからかといってその遅く注文したわけじゃないんだよ、なんだかんだ言ってね。だからまあ届いてほしいんだけど、どうかな。だってみんながもうさ、手元にある状態でレビュー動画とかって正直 YouTube 的なこと言うとあんまりいいじゃん、あんまりいいじゃん。だから早く届いてほしいもう遅い、もう全然来ないってなったら届いた人から写真送ってもらってレビュー動画出すみたいなこともやるかもしれないけど、やっぱ実物レビューが欲しいよね。みんなやっぱ全部変えてるわけじゃないんですさ。だからできるだけ早い到着をお祈りしています。リーシューさん、よろしくお願いします。僕のレビュー動画出させてください、お願いします。はい、で次、個別の到着日に関しては、お答えしかねる状況でありですが、皆様のおうち時間が良いものになりますよう、楽曲を体感できる楽しさをお届けできますよう、精魂込めてお作りいたしますので、ご理解賜れますと幸いです。まあね、しょうがないね、やっぱこれに関してはどうしてもね、しょうがない部分はある。それだけ多くの人がこれを買ったっていうところは、またまあ素晴らしいところというか、いいものを作ったんだな、お姉さんっていう感じがするので、まあ文句言わずに待つしかないですね、こればっかりは。よろしくお願いします。できるだけ早い到着をお待ちしております。はい、で最後なんですが、そのニュースって下に書いてあるんですよ。これこんなちっちゃく書く話じゃ僕ないと思うんだよね、正直ニュース、リーシューファーニチャー第2弾12月19日日曜日13時より、販売開始、詳細を改めてご案内させていただきます。これさ、第2弾もうやるんだよ。だって8月末9月ぐらいに発注があったじゃん、リーシューファーニチャー第1弾ルームパルサムがね。で僕はもう全種類レビューだってバーンって買ったんだけど、3万で突っ込んで、なのに12月19日発送とか発売とか言ってて、まだ何の情報も出てないんで、12月9日の時点で。あと10日したら発売されちゃうのに、事前の情報何も出してくれないんだよ。だから動画も作れないじゃん。めちゃくちゃ困るんだよ。だから、事前のこういうものが出ます。いくらくらいですとか、まあ、小出しでもいいから、情報を早く早く出してほしい。でも早く出してほしい。もう心よりお待ちしております。ご理解賜れますと幸いです。よろしくお願いします。リーシューレコードさん、よろしくお願いします。はい、ということで、まあなんかもうで第2弾が出ちゃうらしいので、いや全種類レビューとかさ、もうきついから、本当にきついから、何種類も出さないでくれ。もう本当に1種類か2種類でお願いします。本当に価格はもう、まあ、リーシューファーニチャー第1弾ルームパルファムくらいまでだったらね、単価そんくらいまでだったら、まあもうしょうがないって感じになるけど、なんか1個1万とか、なんかもう、まあ、1個5、6千でもさ、何個も出されちゃうとさ、全部買うと結局高くなっちゃうからさ、本当にしんどいから、それは現実的じゃなくなってくるから、僕のね、範囲だとさ、現実的じゃなくなってくるから、本当に勘弁してほしいので、もう本当によろしくお願いします。はい、本当にお願いします。はい、じゃあ今日は、まあいろいろ喋りましたけど、まあ振り返りはちょっと僕の頭の中で整理しきってないので、皆さん、それぞれ動画を何回も見て、振り返ってください。はい、まあ、大きくはリーシューファーニチャー第2弾やるよっていうことですので、皆さん、ぜひ見てください。ぜひ見てくださいというか、ぜひ、第2弾も買いましょう買いましょうっていうか、
情報を待ちましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、いつもと違うアングルからお届けしました。ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。また明日。